田原春次7月28日から1973年7月14日は、日本の政治家、ブラク解放運動家、衆議院議員、福岡県京都郡行橋町の被差別ブラクの出身、田原虎次郎の長男、早稲田大学に入学し、学生団体はじむ民創生会の一員として、活動した。1922年、 早稲田大学専門部法律学科を卒業。翌年都米し、水売州立大学に留学。1924年、福岡日日新聞社に入り同社海外特派員として、北米中米南米に滞在。1928年、貴重同年4月東京朝日新聞社に展示1930年8月まで在社。その後、 全国大衆党に入党、機関主任になる、農民運動にも参加した。1937年の第20回衆議院議員総選挙で、福岡県第4区から社会大衆党公認で立候補して、衆議院議員に初当選。戦後は日本社会党の結成に参加し、1946年の第22回総選挙で再選されたが、その後、 公職追放となる。追放解除後、1952年の第25回総選挙で、福岡県第4区から出馬して再選され、以後、第27回、第29回から第31回総選挙まで再選され、衆議院議員に通算7期在任した。また、1960年から、ブラック解放同盟福岡県連委員長を務めた。 1969年に政界を引退。1973年に没した。宗教はキリスト教。趣味はスポーツ、映画、読書など。住所は福岡県北九州下地区東京都八王子市大町。ありがとうございます。